上げないってところがポイントになってきます。こんな感じで塗ってみてください。超美味しそう。サクサクしてめちゃめちゃうまい。はい、皆さんこんにちは、エダジュンのアジアご飯です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、ということでですね、今日もですね、お手軽なアジアご飯をお伝えしたいなというふうに思っておりますので、最後までチェックよろしくお願いします。今日はですね、カノムパーナー君をご紹介したいと思います。はい、カノムパーナー君とは、タイのですね、エビのすり身の揚げたパンのやつなんですけども、この間、関西テレビ系列の土曜は何するっていう番組に出演させていただきまして、ご紹介させていただいたんですけども、とても好評だったので、ちょっと変えてるんですけども、最新の、ね、レシピはこうどんどん新しく進化していくっていう感じなので、現在のベストの、レシピをご紹介したいなっていうふうに思っております。前回もね、この動画で食パンでエビをご紹介したと思うんですけども、もう少し簡単に、お手軽に、美味しく、楽しく仕上げたレシピになってるかなっていうふうに思っております。で、今回も揚げないってところがポイントになってきます。普段はカノムパーナー君たっぷりの油で揚げていくんですけども、今回も揚げないで仕上げていきます。オーブントースターで簡単に仕上げられますので、ぜひこれからクリスマスとか年末年始とかそんな時にも作りやすいようなレシピになっておりますので、最後までご視聴ください。それでは材料はこちらです。では最初にパクチーを切ります。パクチー入れてきますよ。苦手な方は覗いていただいてもいいんですけども、やっぱりね、パクチー入れると香りも出て美味しいです。根っこもしあったら根っこの部分もみじん切りにして使ってください。土曜は何するではパクチーは最後にトッピングしたんですよ。なんかそういった形でも全然いいかと思います。こんな感じでですね、エビに絡みやすいようにパクチーはみじん切りにしております。はい、できました。パクチーみじん切りにしてください。はい、では次にむきエビを刻んでいきたいと思います。少し水で表面を洗ってこのように水気を切ってください。今日は 100g 使いますので、何秒やったの ?1,2,3,4,18秒います。もっとね、たっぷり入れてももちろん美味しいので、売ってるサイズで選んでくださいね。刻んでください。細かく刻むんですけども、ちょっと食感が残る程度までで大丈夫です。フードプロセッサーとかあればこっちの方がお手軽なんですけども、フードプロセッサーないご家庭が結構多いのかなと思って今日は包丁で刻んでおりますが、僕はちょっとね、食感が残る程度残した方がカノムパーナー君は好きなので、ちょっと食感、エビクリーの食感を残しながら仕上げております。ちょっとここは、ね、丁寧に頑張っていきましょう。エビってすごいですよね。エビマヨ、エビチリ、みんな大好きだし、甘いし、食感もいいし、旨味も強いし、そして日本人に愛されてる食材でもありますし、なんかおめでたいイメージもあるし、なんていう存在なんだ君は。でちっちゃいエビもあってさ、乾燥したさ桜エビみたいなのもあるしさ、大きいさ伊勢エビみたいなのもあるじゃないですか。すごくないですか。エビについてこんなに語ること今までなかったんですけど、冷静に考えると本当にすごい食材ですよね。はい、じゃあ少しですね、食感が残す程度に、この感じですね、こんな感じの程度にエビを叩き切ってください。ピーナッツです。これね、ちょっとエダジュン流の揚げないカノムパーナー君のポイントなんですけども、バターピーナッツなんですけど、油脂分も結構含まれていて食感もいいです。エビプリの柔らかい食感とこのザクザクザクっていう食感がバケットの中で相まるとても美味しいので、今日ピーナッツ使っていきたいと思います。でこれも細かく切ってください。はい、揚げないのでサクサク食感もあるんですけど、もう少しね、やっぱちょっと油脂分だった方が美味しいので、このバターピーナッツを入れて味のアクセントにします。でこれもものすごい細かめじゃないんですけども、ちょっと細かめに包丁で切っております。はい、こんな感じでものすごく細かいところもあるんですけども、たまにちょっと食感が楽しめるっていうような感じの大きさに切っております。このですね、今パクチーとむきエビを叩き切ったものがあるんですけども、この中にもう入れちゃってください。種の中にですね、味付けをしていきたいと思います。でまずこれとか、すいません、マヨネーズです。はい、これはちょっとオリジナルなんですけども、全体がまとまるし粘度も出るし
マヨネーズで味付けしていきます。でマヨネーズが入りました。そして次にスイートチリソース入れます。甘辛い食感でこれがね、少しピリ辛なところもあるんですけども、あのカノンバーナー君、揚げた後にスイートチリソースかけてで提供されるお店さんが多いんですけど、僕は中に練り込むタイプです。後から味付けなくてもいいので、ここでしっかりと味付けていきたいと思います。そして初めてなんです、カノンバーナー君でこのオイスターソース使っていきたいと思います。これは前回と違うところですね。そしてテレビでもこれをご紹介しなかったんですけども、このコクを少し足すととっても濃厚になって、で少し隠し味にもなるので、ちょっと小さじ1程度なんですけども、隠し味程度に入れてください。最後にニンニクを少し入れます。パンチのある味にしたいので、なんかこんなちっちゃい部分ってありません、ニンニクって。この部分をもう少しだけ吸って入れたいと思います。チューブの場合だと小さじ2分の1弱ぐらいですかね、目安に。あんまりね、ニンニクの味を立たせてしまうとニンニクが全部勝ってしまうので、ほんと隠し味程度の少々、少しニンニクが入りました。そしたらよく混ぜましょう。このパクチーの緑とスイートチリソースのほのかな赤、クリスマスにぴったりじゃないですか無理やりクリスマスに作らせようとしているパターン。でよく混ぜてください。で水気がないんですね。しかもマヨネーズ入れてるのでしっかりと粘度もついてます。でここでもしすごくダラダラになってしまう場合は薄力粉とか入れて少し粘度をつけておいてください。でも大丈夫だと思います、絶対マヨネーズ入れてるんで。揚げないカノムパーナン君の種ができました。そしたら、今日はですね、このパンを使ってやっていきたいと思います。じゃん、今日はこのバゲットを塗っていきたいと思います。食パンじゃなくてバゲットにするとカリカリサクサクになるので、今日バゲットを使っていきたいと思います。なのでサンドイッチ用パンに塗って、それを油で揚げるっていうのがカノンパンの後多いんですけども、このバゲットだと本当に食べ応えも出るし食感も出てすごくいいです。これミニバゲットっても売ってるんですよ。なのでミニバゲットぐらいがちょうどいいかなと思います。で食べやすい大きさに切っていきましょう。まあだいたい1センチ厚さぐらいですかね、目安に。少しだけ斜めに切ると塗りやすいです。約10枚ぐらいですかね。切れました。バーン、これに塗ってきますよ。じゃあ塗っていきましょう。タレを表面に塗ってください。ちょっとね、全体に浸かるぐらいまで、こんな感じで塗ってみてください。6枚分塗りました。そしたらね、ここでちょっと味変をしたいんですよね。あと残りの分は少しね、ピザ用チーズを入れます。チーズ味のカノムパンナー君なので、半分はストレートタイプ、残りはチーズインにして、なんかそんな感じで楽しめるのも家庭料理だからこそじゃないですか。これがなんか入れるだけで全然違うし、また食べ応えも出ていいですよね。よいしょ。そしたらこんな感じで今日はビャーン。あとね、1個分ぐらい使えるの13個分ぐらいですかね。これを、オーブントースターであとは焼くだけです。簡単。オーブントースター今余熱というかちょっと庫内だけ温めていて、強火なので 1000ワットか1200ワットぐらいですかね。はい、で温めてます。でここにじゃーん、エビパン、カノムパーナー君今日は揚げないので、このままちょっとトレーに乗せた方が下へ焦げちゃうのでね。あ、やばい、よいしょ。はい、こんな感じで入れました。で、あとはもうオーブントースターに入れるだけです。で、約ですね、10分ぐらい様子見たいなというふうに思っております。ではですね、5分経ちましたので見てみましょう。わー、少し焼き色がついてきました。こんな感じで焼き色がついてきたんですけども、あともう少し全体的に焼き色やっぱつけたいので、あと3分ぐらい焼いていきましょう。なので、8分ぐらいで止めておきましょうか。じゃあ、あと3分焼いていきたいと思います。トータルで8分経ちました。見てみましょうか。じゃーん、わーい、サクサクサク、ピント合ってる？じゃーん、あー、こんな感じで表面がうっすら焼き色がついていて、食べ応えもあって香ばしさも香ってきます。これがね、プレーンタイプですね。これがチーズありバージョンです。どっちもすごく美味しそうですよ。なんかこうやってチーズ入れたの、チーズ入れてないの作ったんだみたいな会話しながら楽しんでいただけたらすごく嬉しいな。はい、揚げないエビパン、カノムパーナー君のご紹介でした。超美味しそう。じゃあ一緒に皆さんもぐもぐしましょう。じゃーん、
はい、土曜は何するのテレビでもご紹介したんですけども、今日はバゲットバージョンで、ちょっと少しニューバージョン、オイスターソースが入っております。はい、あとピーナッツも入っているので、少し番組とは違うんですけども、これもとっても美味しいので、よかったら、作ってみてください。それでは皆さん一緒に今日も食べましょう。もぐもぐしましょう。いただきます。ではいただきます。めっちゃ熱そう。いや、サクサクっていくと思う。サクサクしてめちゃめちゃうまい。しゃべりぐうまっ。パン、ナッツ、パクチー、エビ、全員すごい。想像の上、うまい。何回食べても美味しい。どうしてできますか。ちょびびびびびちょびりぐ、今日は最高。聞いてください。ヘラジュンでカノムパーナークの音です。ありがとうございました。ミリオンです。バケット正解です。食べ応えも出るし、表面のサクサク感がまず抜群。いくらでも食べちゃうな。これはね、クリスマス困りましたね。エビパンです。幸せは冬にやってくる。広瀬香美が言ってましたよ。幸せは冬にやってくる。幸せがやってきた。ほくほく、あっかかい。幸せは冬にやってくる。へい、おいしい。もんないな、これ。なんかスイートチリソースが入ってるんですよ。その辛さがまたすごい病みつきになる。チーズだ。チーズも入ってるやつだ。当たり。これ好みによるけど、もっちも美味しいだよ。チーズ芋もね、塩味も効いてとっても美味しい。あー、これはちょっと絶対案件だな。この間、美味しい。この間久しぶりにお店でカノムパーナークン頼んだんですよ。まあ美味しいんですよ、やっぱり。美味しいんですけど、やっぱ油がね、噛んだ瞬間にじゅーって油が広がるから、胃がもたれたまでいかないです。イガイガして。やっぱ油っぽいものがもう、アラフォーになると受け付けないんだなとはちょっと思ったんですけど、ぴったりだと思います。だって揚げてないもん。すごい軽い。カロリーもすごい抑えられるんじゃないかな。ちょっと管理栄養士目線で言うと、パンを揚げるってえげつない油を吸うんですよね。吸収率がいいんで。なので美味しいんですけど、やっぱその分ちょっとこちらの焼いただけの方がカロリー的には幸せですよね。うまっ。パクチーが嫌いな人は、バジル絶対美味しいと思う。刻んだバジルを入れる。想像しただけで美味しい。幸せが来たわ。あと2個しかね。何回かっか。冷めてきてもすごい美味しい。話は変わるんですけど、もう一つ M1 ですね。毎年なるべく M1 の日は仕事を入れないようにしてるって、もう何年連続家で見てるのかな。敗者復活戦から見れたら見たいタイプなんで、昼の2時ぐらいからずっと M1、 あ、夜の9時まで見てる気がするけど、面白いですね。ザクザク、ザクザク。 M1 は一番年末を感じるイベントな気がします。紅白とか横田よりも冬が来たって、今年が終わるなって毎回まあ見ると思う。
ほっとした。では最後の1個です。寂しすぎる。糸おかしい。マヨネーズすげーわ。ナッツがいい。簡単。切って混ぜて乗せて焼くだけ。簡単すぎるでしょ。これも写真とかすごい。何回もしますね。はい、いただきます。大満足でした。ペロッと完食しました。いやー、満たされた。ということで、今日はですね、カノムパーナンクンというタイの料理を油で揚げないバージョンでご紹介させていただきました。エビのプリッと感、そしてスイートチーソースの甘辛感、でパクチーの香り、ピーナッツのザクザク感、バケットだからこそのこのパリッといった音、そして罪悪感がない、カロリーも少ない、揚げた時と比べてね。はい、そんなね味わいをぜひ皆さん楽しんでみてはいかがでしょうか。今日もありがとうございました。ぜひ大切な日に作ってくださいね。いや、日常でも作ってくださいね。はい、ということでテレビ番組でご紹介したレシピをちょっとだけアレンジしてご紹介しました。はい、それでは今日もありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンを押してください。いつもありがとうございます。それでは次回のエラジオのラジオご飯で会いましょう。またね、バイバーイ。